葉桜と魔笛、太宰治。桜が散ってこのように葉桜の頃になれば、私はきっと思い出しますと、その老婦人は物語る。今から35年前、父はその頃まだ存命中でございまして、私の一家と言いましても、母はその7年前、私が13の時にもう他界なされて、あとは父と私と妹と3人きりの家庭でございましたが、父は私18、妹16の時に島根県の日本海に沿った人口2万余りのあるお城下町に中学校長として赴任してきて、学校の借家もなかったので、町外れのもうすぐ山に近いところに一つ離れてポツンと立ってあるお寺の離れ座敷2部屋拝借して、そこにずっと6年目に松江の中学校に転任になるまで住んでいました。私が結婚いたしましたのは松江に来てからのことで、24の秋でございますから、当時としては随分遅い結婚でございました。早くから母に死なれ、父は頑固一徹の学者かたぎで、世俗のことにはとんとうとく、私がいなくなれば一家の切り回しがまるでダメになることが分かっていましたので、私もそれまでにいくらもお話があったのでございますが、家を捨ててまでよそへお嫁に行く気が起こらなかったのでございます。せめて妹さえ丈夫でございましたならば、私も少し気楽だったのです。けれども妹は私に似ないで、大変美しく髪も長く、とてもよくできる可愛い子でございましたが、体が弱く、その城下町へ赴任して2年目の春、私20歳、妹18で妹は死にました。その頃のこれはお話でございます。妹はもうよほど前から行けなかったのでございます。腎臓結核という悪い病気でございまして、気のついた時には両方の腎臓がもう虫食われてしまっていたのだそうで、医者も100日以内とはっきり父に言いました。どうにも手の施しようがないのだそうでございます。1月経ち、2月経って、そろそろ100日目が近くなってきても、私たちは黙って見ていなければいけません。妹は何も知らず、割に元気で、終日寝床に寝たきりなのでございますが、それでも陽気に歌を歌ったり、冗談言ったり、私に甘えたり、これがもう30、40日経つと死んでゆくのだ、はっきりそれに決まっているのだと思うと、胸がいっぱいになり、装備を縫い針で突き刺されるように苦しく、私は気が狂うようになってしまいます。3月、4月、5月、そうです、5月の半ば、私はあの日を忘れません。野も山も新緑で裸になってしまいたいほど暖かく、私には新緑がまぶしく、目にチカチカ痛くって、一人いろいろ考え事をしながら帯の間に片手をそっと差し入れ、うなだれで野道を歩き、考えること考えること、みんな苦しいことばっかりで息ができなくなるくらい、私は身もだえしながら歩きました。ドーンドーンと春の土の底の底から、まるで10万億度から響いてくるように、かすかなけれども恐ろしく幅の広い、まるで地獄の底で大きな大きな太鼓でも打ち鳴らしているような、おどろおどろした物音が絶え間なく響いてきて、私にはその恐ろしい物音が何であるか分からず、本当にもう自分が狂ってしまったのではないかと思い、そのまま体が凝結して立ちすくみ、突然わっと大声が出て、立っていられずペタンと草原に座って思い切って泣いてしまいました。後で知ったことでございますが、あの恐ろしい不思議な物音は
日本海大海戦、軍艦の大砲の音だったのでございます。東郷提督の命令一下でロシアのバルチック艦隊を一挙に撃滅なさるための大激戦の最中だったのでございます。ちょうどその頃でございますものね。海軍記念日は今年もまたそろそろやってまいります。あの海岸の城下町にも大砲の音がおどろおどろ聞こえてきて、町の人たちも生きた空がなかったのでございましょうが、私はそんなこととは知らず、ただもう妹のことでいっぱいで半気違いのありさまだったので、何か不吉な地獄の太鼓のような気がして、長いこと草原で顔も上げずに泣き続けておりました。日が暮れかけてきた頃、私はやっと立ち上がって、死んだようにぼんやりなってお寺へ帰ってまいりました。姉さんと妹が呼んでおります。妹もその頃は痩せ衰えて力なく、自分でもうすうすもうそんなに長くないことを知ってきている様子で、以前のようにあまり何かと私に無理難題言いつけて余ったれるようなことがなくなってしまって、私にはそれがまた一層つらいのでございます。姉さん、この手紙いつ来たの？私ははっと胸をつかれ、顔の血の気がなくなったのを自分ではっきり意識いたしました。いつ来たの？妹は無心のようでございます。私は気を取り直して、ついさっきあなたが眠っていらっしゃる間に。あなた笑いながら眠ってたわ。私こっそりあなたの枕元に置いといたの。知らなかったでしょ。知らなかった。妹は夕闇の迫った薄暗い部屋の中で白く美しく笑って、姉さん、私この手紙読んだの。おかしいわ、私の知らない人なのよ。知らないことがあるものか。私はその手紙の差出人の MT という男の人を知っております。ちゃんと知っていたのでございます。いいえ、お会いしたことはないのでございますが、私がその5、6日前妹のタンスをそっと整理して、その折に一つの引き出しの奥底に一束の手紙が緑のリボンできっちり結ばれて隠されてあるのを発見いたし、いけないことでしょうけれども、リボンをほどいて見てしまったのでございます。およそ30通ほどの手紙、全部がその MT さんからの手紙だったのでございます。もっとも手紙の表には MT さんのお名前は書かれておりません。手紙の中にちゃんと書かれてあるのでございます。そうして手紙の表には差出人としていろいろの女の人のお名前が記されてあって、それがみんな実在の妹の友達のお名前でございましたので、私も父もこんなにどっさり男の人と文通しているなど夢にも気づかなかったのでございます。きっとその MT という人は用心深く、妹からお友達のお名前をたくさん聞いておいて、次々とその数ある名前を用いて手紙をよこしていたのでございましょう。私はそれに決めてしまって、若い人たちの大胆さに密かに舌を巻き、あの厳格な父に知られたらどんなことになるだろうと身震いするほど恐ろしく、けれども一通ずつ日付に従って読んでいくにつれて、私までなんだか楽しくウキウキしてきて、時々はあまりの大変なさに一人でクスクス笑ってしまって、おしまいには自分自身にさえ広い大きな世界が開けてくるような気がいたしました。私もまだその頃は二十歳になったばかりで、
若い女としての口には言えぬ苦しみもいろいろあったのでございまして、30通余りのその手紙をまるで谷川が流れ走るような感じでぐんぐん読んでいって、去年の秋の最後の一通の手紙を読みかけて思わず立ち上がってしまいました。雷電に打たれた時の気持ちってあんなものかもしれません。のけぞるほどにぎょっといたしました。妹たちの恋愛は心だけのものではなかったのです。もっと醜く進んでいたのでございます。私は手紙を焼きました。一通残らず焼きました。 MT はその城下町に住む貧しい家人の様子で、卑怯なことには妹の病気を知るとともに妹を捨て、もうお互い忘れてしまいましょうなど残酷なことを平気でその手紙にも書いてあり、それっきり一通の手紙もよこさないらしい具合でございましたから、これは私さえ黙って一生人に語らなければ妹は綺麗な少女のままで死んでゆける、誰もご存じないのだと私は苦しさを胸一つに収めて、けれどもその事実を知ってしまってからはなおのこと妹がかわいそうで、いろいろ奇怪な空想も浮かんで、私自身胸がうつくような甘酸っぱい、それは嫌な切ない思いで、あのような苦しみは年頃の女の人でなければわからない生き地獄でございます。まるで私が自身でそんな浮き目にあったかのように、私は一人で苦しんでおりました。あの頃は私自身も本当に少しおかしかったのでございます。